And now, Guns of the Hidden Channel Radio. Broadcasted from Konami HQ in downtown Tokyo, it's the world-renowned Guns of the Hidden Channel Radio.はい、トジンです。はい、レッツです。はい、ミニシーです。はい、1月22日。はい。そうですか。もう正月も過ぎちゃいましたね。はい、2009年、まあ、第2回の放送になるんですけれども、はい、今日は、コンファインメントファシリティ。ああ、はい、そういう名前だったんですか。はい、今、実機見て調べました。準備不足です、はい。発音が難しいぞと、みんなで警戒してたところですよね。開発中はね、この名前とは違う名前でみんな呼んでたりするので、みんなはエンデン、エンデンと言ってましたね。塩、の田んぼとか言ってエンデンですね。そうですね。で、はい、お届けするんですけど、ちょっとしばらくスタート地点付近でお聞きいただきたいんですけれども、はい、ガンズオブザヒデちゃんラジオ去年の末からですね、はい、本放送開始してますけれども、はい、都心はちょっとめめしいところがあるのでですね、配信が終わったらウェブでこうブラウジングとかしてですね、どういう反応があるのかなと思ってこっそり気になりますよね、気になりますよね、当然。見れたりするんですよ、はいはいはい、見つけました、これ、今更感漂う内容ではあるが面白いと書いてくださったりしますけども、まあ、発売からはねちょうど半年以上経つわけですけども、はい、まだまだお伝えできてないことありますし、年末年始にようやく帰ったという新しいユーザーさんもたくさんおられますのでですね、そうですね、皆さんぜひまだまだお付き合いくださいということで、はい、続けていきましょう。そうですね、頑張っていきましょう。峰岸さんお願いしますね。すいません、ちょっと冒頭からいっぱい喋ってしまったんですけども、今日 もうダンディーとダンディーとジンがもう、はい、出して今日も喋らないようにしますはい、今日はあれですよね、取材ネタ中心になりそうですよね。そうですね、ええ、せっかくね南米のペルーの方に取材に行って、いろいろとちょっとエピソードがありの、それを生かしてどんな背景でエリアが作られていったかっていうお話をですね、はい、ちょっとしていきたいなと思います、はい、ここあれなんですよね、最初は全然作るつもりがなかったんですよね。そもそも取材に行く時ってちゃんと工程全部決めて何見に行くって決めていくんですけど、そうですよね、最初入ってなかったんですよ、ここリストに、はい、ええ、事前ロケとかも我々が出国する前に事前にしていただいてて、ある程度ロケーションを決めてるんですけれども、はいはい、当日にちょっともう時間的に見に行きたいところが行けないっていうことになって、じゃあ代わりに、はい、こんないいところがあるんだけど、はい、っていうことでガイドさんがもうアドリブで紹介してくれて、はい、それで見に行ったんですけれども、はい、でかかったですよね。もうすごい、すごい壮大な、壮大な渓谷でしたね。道中すごい悪路だったんですけれども、100キロぐらい飛ばしてですね、ガーッとね行って、はい、たどり着いたらもうものすごい広い渓谷が開けていて、はい、谷がもう真っ白なんですね。これなんだって聞くと、これ全部真っ白いのは塩だよとか、最初塩田って言われて塩の田んぼっていう単語が出てこなかったんですよ。あ、そう、何のことか分からない、何のことか分からないって思って、で見せてもらって初めて、ああこういうことかっていうのを理解したっていう感じですよね。でじゃあもうその緑あふれるところから突然真っ白になっていくっていう感じですね。実は僕この間ここを Google マップで見たんですよ、はい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 、ここの名前はマラスの塩田っていうところで、はい、ひょっとしたら見えるかなと思って探したら、ちょうどそのマラスの地名の北ぐらいかな、白い一帯が見えて、ああここじゃんと思って Google マップで見ても、そう見れますね、もう分かる、はい、真っ白ですね、はい、ものすごい広大な谷でしたね。ゲーム中は割と小規模なステージになってますけれども、はい、実際はものすごい10倍以上だよね。それぐらいはあるんじゃないですかね、ちょっとした 100倍とかいうにあるかもしれないですね。もう視界全部が塩田みたいな、そうですね、地面に広がってる印象は残ってますね。じゃあもうそれアドリブで言ったけども、見た瞬間これやろ、これはすごいってことですよね。どういう場所なのかっていうのをガイドさんに聞くと、はい、インカ時代からずっと受け継がれている塩田だそうで、温泉というか温かい、はい、ものすごい塩分を含んだ水が湧き出てるんですね、はい、それをずっと棚田に流していって自然乾燥させて塩を取ると、うん、そんな昔からこの方法で塩を取ってきた。結構有名な観光スポットなのか、結構観光客もいましたよね。はい、いました、いました、ここで塩も買えるんですよ。あ、塩買いました。へ、今も実際塩を作って生活をされてる方がいるっていう、はいはい、舐めてみたんですけどめちゃめちゃうまいです。あ、美味しいんですか。おすすめです。へ、おすすめって言われても簡単に買いに行けない実は都市の方にも出荷していて、ペルーの都市部のお土産屋さんとかでも買おうと思えば買えるっていうのは聞きました。
ました。塩水も舐めてみたけどものすごい辛いですねみんな結構ギリギリのことをやられてますね。海水の倍ぐらい、結構そうですね、海水よりも辛い、海水より辛いです、辛いです。どんな感じなんでしょうね、海水の倍辛い、はい、じゃあそのガイドさんのアドリブがなかったらこのエンデンステージはなかった、なかったです。そうですね、はい、というわけで最初の宣言通り全然ユーザーさんが操作できない操作になってますけどもそうですね、ちょっと進みましょうかお願いしますここからまあ階段状にまあ降りていくんですけれども、2段ぐらい降りたところで一回止まっていただきましょう。はい、じゃあ皆さんようやく移動行きましょう。じゃあ進みます。はい、はい、ちょうど今1段降りて2段こちらになりました。ちょっと分かれ道になっているところですね。ちょうど分かれ道になっている、この辺りでちょっと止まっていただけますかね。はい、皆さんさすがに速攻ついてきていただきましたね。周囲にね敵兵さんがいる場合はあらかじめちょっと眠らせておいてくださいね。はい、そうですね、僕らもちょっと眠らせておきましょう。さてここのステージなんですけれども、はい、塩田をやると決めたはいいものの、はい、じゃあどうやって隠れるゲームをさせるかっていうところで、はい、最初はですね段々になってるんで、はい、この段を利用してうまく隠れるポジションを作っていけばいいだろうと思って最初作ってみたんですよ、はい、ところがですね、はい、この段々をうまく隠れられるようにするってなったら、あれなんか塩田っぽくないみたいな全然これは塩田じゃないって背景派に怒られまして、まあ確かにそうだなと思ったんで何回か作り直して、3回以上はね全体的に作り変えてるマップです。ここはゲーム性っていう部分とビジュアル的な部分での攻め合いっていうのが常にあるわけですよね、なんで今回は通路みたいなところを作って、はい、まあ本来はこんなに広い通路ではなかったんですけれども、はい、そこの部分で隠れるゲームをさせて塩田のやっぱりこの絵の良さだけは残そうということで、はい、その部分はもううまく絵を作れるような段差にして完成と持ってったと。そういうことなんですね。この塩田ってすごい広いですけれども、意外といけないところがたくさんあるじゃないですか、カメラをぐるっと回していただくと、回していただいて上の方を見ると小屋があったりするんですよね。小屋があるじゃないですか、確かにここ僕あの小屋の環境を張ってあったんですよ。そうなんですか、アップ直前まで、あのですね、行けると思ってた、本当は行かせるつもりだったんですよ、ここも、はい、ちゃんと入れるようにして潜入ゲームさせようと思ったんですけど、やっぱり隠れるっていうゲームがですねうまくできないんですよね。あの そこまでの通り道をちゃんと隠れるゲームで作ってしまうと、はい、塩田の良さを殺すなっていうことで、なるほどですね、ここは絵を重視しようと思ってなくなってしまいました。確かにここ小屋を見てもね、ある種丸見えですもんね、これだとあれですよね、オクトカムの方も結構こだわってやってましたよね。ここは MGS4 で一つしかないダコカムが取れると思うんで、はい、白いオクトカムですね、白ですね。前回も一緒にちょっとやりましたけど、ちょっとだんだんに登っていただいて、はい、オクトカムで吸い取っていただけるのをちょっと試してみていただけたらいいんじゃないですかね。この白いこれですよね、これちゃんと水のある貼ってあるところに行くと、はい、割と艶やかな白いタコカムも取れますし、みんなこだわってますね、はいはい、これもデザイナーおすすめのタコカムということですので皆さんもぜひ取ってください。タコカムは取ってくださいと言わないと多分あんまりみんなやってくれないと思うんで、ぜひいろいろ集めてほしいです、ね、レアなオクトカムいっぱいありますからね。そうですね、意外と集め始めてみると楽しいぞ思います。そうですね、それではちょっと先に進みましょうか。はい、いよいよじゃあこの2回目の移動、塩田をもう抜けて、はい、奥に資材置き場があると思うんですけれども、はい、ちょうどそうですね、はい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 、マップ上ですと西の方に、東の方に向かうとちょっと戦場があると思うんですけど、西の方に向かっていただきたいと思います、はい、でちょうど小屋が見えるあたりの入り口のところでちょっと一旦ストップしましょうか。はい、じゃあ皆さんと一緒に移動しましょう。はい、じゃあ移動します。まっすぐ塩田の途中敵兵が巡回してるんで危ない。はい、今我々撃ちました、ね、曲がり角ではちょっと注意してくださいね。はい、マック2ピストルで眠らせながら、はい、道なりにどんどん進んでいただいて、はい、途中右に行ける以外は一本道ですもんね。そうですね、ちょうど土の位置に来て、はい、抜けてくると小屋が見えてくると思います。小屋が見えてきました、はい、この辺で皆さん一回ストップしてください。草むらがちょうどあると思いますからね、はい、なんか道路の方を歩いてるユーザーさんが3名ほどおられますけど上の方から、上の方ですね、坂登ってきてくださいね、はい、来てますかね、はい、さっきの方も、はい、今到着されてるんですよ、大丈夫ですね、はい、ちょっとここから全体草むらに隠れながらですね、この一帯をカメラで見回してほしいんですけれども、はいはい、敵兵がまあ矢倉にいたりとかですね、まあ、巡回している兵士がいたりしますが、はい、ちょうど西側に建物があります、はい、ちょっと鉄格子みたいのがはめられている建物ですね。手前の四角い小屋っていうことですか。そうですね、はい、ここになんと
捕虜が捕らえられています。捕虜手を挙げてるような感じですか。そうですね、頭の後ろにちょうど手を乗っけている。はいはいはい、あ、彼が捕虜なんですね。そうなんですよ、はい、で彼が捕らえられてるんですけれども、実はここにいる見張りの兵士を倒すと、はい、彼が逃げていってですね、このあと豪邸のあるエリアがあると思うんですけれども、はい、邸宅の方、はい、その邸宅の敵兵のバリエーションが変わるという仕様が実はあります、はい、おー知らんかったちょっと解放してみましょうか、はい、あ、皆さんと一緒にやりましょう、やりましょうか、はい、まずは北側にいる兵士2人がいますんで、はい、この2人をマーク2ピストルで眠らせてしまいましょう。はい、櫓の方向ですよね。櫓の方向ですね。ちょっと距離があるんで、はい、本当は長距離の麻酔銃があればいいんですけれども、まあ、マーク2ピストルですね。そうですね、マーク2ピストルでも十分狙えますんで、はい、とりあえず当ててしまいましょう、はい、当てれば我々まずじゃあトラックの前にいます。とりあえずもう胴体狙ってもいつか眠るんで、そのまま当ててしまえばいいので、はい、続いて櫓の上の兵士を撃ってください。はい、我々撃ちました。次に建物、捕虜がいる建物ですね、の左側に巡回している兵士がいると思います。あ、見えますね、奥の方に箱があると思うので、そこまで向かっていきたいと思います。2段積まれてる箱ですね。この小屋の北側から捕虜を見張ってる兵士がいるんで、窓越しに見つからないように姿勢を低くしてですね、鉄格子の横の箱があるところに来て止まってください。捕虜の近くに来ると仲間はまだかというセリフを今言ったりしますけれども、はいはいはい、あ、本当だ。ちょっと救援を待ってますよ。救援待ってるんですよ。で、ここ多分みんなオラオラで行ってますよ。あのですね、そうでした、はい、オラオラで行ってしまうとですね、まあ、見張りが死ねば捕虜も逃げられると思って逃げちゃうんですけど、はいはいはい、あの櫓とかにいる兵士がいますよね、はい、あの辺りの兵士がですね、みんなあの捕虜を殺してしまうことが多いので、あのなかなか隣のステージに行ってくれないですよね。なるほど、じゃあここからこの奥に見えている樽の横あたりでしょうかね。そうですね、樽の横あたりに兵士が巡回してきたところを見計らってやっつけてください、はい、我々撃ちました、はい、でさらに建物を壁沿いに回り込みましょう。じゃあこの牢屋の建物と大きい建物の間の道を入っていく、はい、はい、行きましょう、行きましょう、慎重に歩いていきましょう。HQ 落とせよ。さてドアの前に今いますよ ね、皆さん気をつけてくださいね。で彼は今ずっと捕虜を見てますから、はい、一気に背後取ってですね、音を立てずに歩いて回り込んでくださいね、はい、今近くまで来ればね、まあ、ここは頭も狙いやすいでしょうから、はい、ヘッドショットで一気に眠らしちゃいましょう。はい、皆さん撃ってください。我々撃ちました。さあ3回って言いました、ね、これで OK、 これで OK です。おこれで彼らはミンペイさんが3回と叫んだ。それで彼らは外に出てくると思います。はい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 、出てきましたね。しかも有効マークが、有効マークが出てきましたね。彼らは仲間の元へと帰っていきました。なるほど、これで邸宅の方に向かって、あ、屋敷の裏に一人いるやつに見つかっちゃいましたね。あ、なるほど、でもどうやらうまく逃げ切ったようです。この人は撃たなくても解放イベントは見れるってことですね。見れますし、まあ、距離が遠いのであまり当たることはないと思います。このイベントはね、なかなか初めて見るっていう方も多いんじゃないかなって気がしますけども、巨人だけやぞっていうことだったらちょっとすいません本当に、はい、捕虜をね解放できるところってまだ何か所かありますので、はい、ぜひ見つけて解放していただけたらなと思います。で捕虜逃げていきましたけれども、ちょっと牢屋の中にもアイテムが落ちてるかもしれませんので、この牢屋の部屋に入っていったんですね。そうですね、はい、皆さん行きましょう、はい、行きましょう、はい、おーおーおおお、そんな一気にみんな入ってきたら大変やでみたいな感じで、はい、ありますね、ありますね。これしかも、はい、あら、あの雑誌じゃないですか。あ、例のやつ、例の、はい、しかも洋物ですからね。洋物ですね。これ捕虜の割にはかなり待遇がいい感じでしょうね。そうですね。いやー、これはですね、ちょっとお預け状態ですっていう。お預け状態、拷問です。あ、なるほど。でこれは PMC 側があえて用意したものです。ちなみに捕虜のいるところ別のところでも同じように置いてあります。あ、そうなんですか。ちょっとこだわってます。はい、そういうこれ雑誌一つでもね、あれですもんね、監督も含めてどのグラビアのページがいいかっていうのを徹底的にチェックして選び抜きますからね。えりすぐりのね女性を選んでますからね。いや、素で真剣な顔で皆さん選んでますよね、討論しながらね、ぜひこれも潜入ミッションで生かしてもらえたらなと思います。はい、はい、ではこの牢屋から出てですね、ちょうど正面の資材置き場ですね、はい、の中に入っていただこうかなと思います、はい、ここに全ステージでここでしか手に入らない武器がありますので、ちょっとそこのところに行きたいと思います。はい、じゃあ皆さんと一緒に、はい、じゃあ行きます。まず小屋の方を出ましょう。出ましょう、まあ、右手から入れますから、はい、この大きな建物に、そうですね、
大丈夫ですか、ついてきてますかね。あ、はい、来られてますね、はい、若干アラートモードで逃げ回ってる方もあるんですけども、はい、ちょっと眠らせてからついてきてくださいね、はい、次の部屋の入り口が見えることなので、その中に入って右手に曲がってください。穴の開いてる部屋が、床に穴が開いてます ね、はい、そこでストップしてください、はい、ここの右側に棚があると思うんですけれども、そこになんと VSS という、あ、ここが VSS なんですね、消音狙撃銃です。ここでしか手に入らないやつなので、武器のコンプリートを目指している方はぜひここも立ち寄ってください。おお、これはあれですね、レッツが一番好きな一番卑怯な大戦隊では ね、気づかれずに撃てるんでね、これ非常にいいです。あ、本当にあの性格がよく出てる遠くの方からも静かにプスプスってこう、まあ、こんな取材置き場なんですけど、はい、木村さんなんかここ取材ネタとかってあります？そうですね、ここもやっぱりあの南米の現地の製材所、はい、製材所、はい、材木をきれいにして家具とか作ってるところですね、はい、ちょっと車の中から見かけまして、 PMC が占拠している資材置き場にイメージ近いんじゃないかということで、またガイドさんに交渉していただいて、はい、あの作業中だったんですけど、まあ、すいませんちょっと写真撮らせてくださいということで OK なんですか、はい、それは OK でしたねすごいです、もう現地交渉、はい、現地 OK ですから、もうここだけに限らずなんですけど、はい、僕らは変なものばっかり撮ってるんですよね。ここでもやっぱり例外なく製材所の方からは何やってるんだこいつらみたいな、取材の許可は出てるものの、そうですね、でも一体何な変なものばっかり撮ってる、そうですね、ゴミを撮ったりとか、はい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 、壊れた工具を撮ったりとか、もっと綺麗なもの撮ってくれよとかね、汚いものばっかり撮ってるんですよ、はい、パシャ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 、そうですよね、そうかと思いきや、まあ、僕は高山病でこうフラフラになりながらムーニャをスーハースーハーしてるわけですまだここでも弱ってるわけですね、何なんだこの日本人たちはと確かにちょっと、ね、怪しいですよね、かなり怪しい一端でしたね、でそしたら不慣れな日本人だなというのを感じ取ってくれたのか、はい、ここの奥さんがお茶を出してくれたんですよ、へ、あ、弱ってる木村さんに、ね、まあ、僕がすごいやっぱり高山病で結構フラフラになってたんで、で中を見るとね、葉っぱが入ってるんですよ。で、これ何なのって聞いたら、コカの葉だ、はあ、コカってね、コカインのコカですか、うん、そうだよって普通に言ってるんですけど、へ、どうやら、はい、高山病に症状を和らげる、はい、まあ、薬草というか、まあ、そういうような用途で、向こうでは結構普通に飲まれてる、へ、もう本当に何ですかね、こう指を輪っかにしたぐらいの大きさの葉がコップに 2,3 枚ぐらい入ってるんですよ。ここにお湯を注いでいただくんですけど、それでまた僕はリラックスできて、へ、はい、いろいろありますね、そういうところに、そうですね、これとても温かい方々でしたね、全般的にすごく気さくで温かい方が多かったです、なんか良さそうですよね、南米ね、ちょっと高山病はしんどそうですけど、そこさえ気をつければもうものすごくいいところです。じゃあそろそろね、インタラクティブな移動をしましょうか、どこ行きましょうかね、今日はこれで終わりです、あ、今日はもうこれで終わりなんですね、そうですね、今日は大体もう終わってしまいますね、じゃあ次回この後のビスタマンションってことですかねどうしましょう、戦場で厳しいんですけどね、あ、ビスタマンションやらないもったいない、結構ネタ的にはいろいろとあるっちゃあるんですけどねそうですね、ちょっとなんか一人一つずつでもですね、ユーザーさんにこれ見とけっていうのを行きましょうか、行きましょうか、はい、僕ちょっとこれ言わせてください、はい、この次のマップですけど、このまま進んだら次はビスタマンションという邸宅になるんですけど、はい、邸宅に入ったらですね、はい、お庭がありますけども、まあ、西側に邸宅が見えると思います。でその邸宅の逆側向かって一番東側の壁沿いにですね、 iPod 局分かりにくいのがあるんですよ。そうですね、もうコンテナと壁の間ですよね、あれは特殊な効果のある iPod 局です。あ、そうなんですか、はい、はい、普通の iPod 局は曲出るだけのものが多いんですけど、いくつかは聞いてるといろんなステータスに、そうですね、はい、影響のあるものがありまして、あそこのものは結構おいしい効果がありまして、それは撮ってからお楽しみということ。そうですね。それ知らないんじゃない？いや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 。もうね、の場合たまにそういうのありますからね。後でお楽しみですって。そんなことないか。これはそんなことないです。実際に撮って楽しんでいただきたいんで。場合によっては効果ないかもしれない。いやいや。大丈夫です。本当にね、
あの壁に貼り付いていただかないと撮れないとこなんですけども、ラジオ聴いてくれてる方なんかにはおなじみのあの曲です。そうですね、はい、私からはこれをぜひ。なるほど、はい、じゃあ次私からですね。ちょうどあの邸宅の方に入るとですね、はい、額縁がいろんなとこに飾られてたと思うんですけれども、廊下とかね、廊下とかね、はい、1階の廊下の額縁を片っ端から落としてってください。ほう、そうするとですね、はい、あるところの額縁の裏にアッキーナのポスターが、あ、そこにもあります。あ、もう1箇所ありますよね。もう1箇所あります。2階のベッドの上に。あ、言っちゃった。いいですよね、まあ、皆さんにご紹介するコーナーですからね、あれはね、ぜひ仰向けになって主観で見てください、はい、リラックスした状態で、あのすで主観で見るとスネークもアッキーナかみたいな声が出たり、これはストレス的なところは回復していきますんで、気力が下がってるなと思ったら見て回復していただけたらなと、はい、ちょっと皆さん一度は邸宅では2枚のアッキーナのポスターを見ていただきたいですね。はい、僕からは以上ですね。はい、はいはい、でそうですね、僕からも邸宅内の絵画を、まあ、見てほしいんですけど、列があの先に打ち倒してしまったんで打ち落としてしまってるんですが、できればあの打つ前にですね邸宅内の絵画を見ていただけたらなと思います。あそこはちゃんとしたイラストレーターさんにお願いして、テーマ的にはですね、聖書の中の物語の一場面を描いてもらってます。メタルもアダムが出たり、はい、エヴァが出たりですとか、箱舟のお話だったりとかで、はいはい、要所要所にキーワードとして入ってるんですね。実はその絵画のそれぞれのテーマもメタルの物語の流れになぞらえて、分かりやすいので言いますと、アダムとエヴァであったり、はい、ユダの裏切りであったり、バベルの塔であったりとか、はいはい、まあ、分かりやすいところから消えたキリストの遺体であるとか、結構マニアックなテーマのものを扱ってたりするんで、これはどういう意味があるんだろうなと深読みしていただきながら、そう、楽しいですね、はい、ちょっと見ていただけると。世界の名画から集めてきたとか、それっぽいのを用意したんじゃなくて、あ、そうですね、ちゃんとテーマを持って描いていただいてると。そうですね、メタルのための絵を、はい、宗教画っぽいタッチでといいますか、参考にしながらそれっぽく描いていただいてるんで、実はあの全部の絵画にテーマがあるんですよ。へえ、はい、なんでちょっと楽しみながら見ていただけると。いやー、そんなのね、打つ対象にしちゃってすみませんね。ボルトさんの目の前には一つも残ってない、残ってないかもしれない、ね、ちょっと申し訳ないです、はいはいはい、ということで、ぜひ皆さんセルフサービスになりますけどもこの後邸宅巡りをしていただいて、はい、プレイを終えていただければと思います、ね、はい、今日はプレイヤブルなネタはちょっと少なめだったかもしれませんけれども、印象が特に強かったエンデーモンを中心にお送りしました。何も出てきて、うん、次回なんですけども、ええ、私あの左後ろの方にずっとオーラを感じてるんですけどなんかずっとね、はい、雰囲気が聞こえてきましたけれども、そうです、ミネシさんのですね、椅子を狙っている方がということで、はい、なんか視線を感じますね俺やったらもっとおもろいこと言うのにそうですね、なんですけど、ミネシさんはね、2回にわたって登場いただいて、はい、次は別の仕事があるから来い、あら、なんでですね、はいそういうことになってるんですかちょっと寂しいんですけども、はい、次回また別の開発者を、はい、そうですね、お友達紹介ということで、じゃあ、はい、テレビ番組じゃあ峰石さんからちょっとご紹介を、はい、そうですね、次回はですね、私の直属の上司になるんですけれども、デザインを統括しておられます根岸豊にバトンタッチして、また別のステージご紹介していただけたら、はい、ね、大ボス登場です。大ボスですね、はい、次回はこの大ボスをお迎えしてですね、塔の方に、塔に行っちゃいますか、行きたいですね。あ、わかりました。ちょっとね、全ステージを細かく全部網羅していけないですけど、やっぱりね、中東からヘイブンまでは少しずつでも皆さんにご紹介したいなと、なるほど、いうのがありますので、わかりました、塔、はい、冒頭から行ってみたいなと思いますので、はい、わかりました、はい、ぜひセーブデータのご用意を。Guns on the Hide Chan Radio、お便りコーナー、はい、じゃあ今日もせっかくですので、はい、皆さんからのお便りいただいてますので、はい、お便りコーナーですね、はい、これご紹介したいと思います。はい、サイコロマンティストス、あこれは難しい、もう一回もう一回サイコロマンティストさんじゃないですか。あ、なるほど、そこで聞いた。サイコロできるとなかなかいいですね、サイコロマンティストこれはずっと覚えちゃいますね、このペンネーム、はい、ちょっとね、かなり強烈な名前ですね、これ僕の記憶に焼き付きました、すいません、サイコロマンティストさんと
ですね。30代男性の方です。都知事さん、吉池さん、島野さん、こんにちは。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 初めてお便りさせていただきます。ミネシー入ってないよ。そうですね。ちょっと前の放送のあれですね。そうですね。そこはまあいいんじゃないですか。はい、はい。第5回の本放送拝聴させていただきました。もう本放送の1回目のやつですね。これそうですね、はい。今までにない感覚でとても楽しいです。ありがとうございます。この放送を聞いた後、早速はばかっている兵士の大切な部分を見てやろうと試み1時間頑張りましたが結局見られませんでした。1時間ありがとうございます。危ない。この先についても気になりますが、僕が一番取り上げてほしいのはシャドウモセス島の核兵器廃棄所内、忍者と出会ったあの場所です。はいはいはい。心霊写真や懐かしいセリフ、そしてテーマソング、思わずうるっときたこのエリアを、ぜひこれからも楽しいラジオを期待しています。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。モセスですね。モセスですね。モセスもやりたいですね。いや、まあ、当然やりますよね。はい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 。はい、ここはね、いろんなエピソードを隠れてますからね。そうですね、まあ本当にコアユーザーさんほど思い入れが強いステージという印象ありますけどもね。はい、はい、ここもいずれご紹介したいと思いますので、お楽しみに。はい、そうです。皆さんと一緒に作るこのガンゾーザヒデちゃんラジオでございますから。そうですね。はい、はい、あのお便りの方もどんどんお待ちしてます。はい、大丈夫ですかね。今日僕はかなり喋ってないと思うんですけど。いや、まあ喋り通しでしたよ。次回こそは、もう諦めた方が。もうあのダンディはやめと。トカティブとかなんかそんな。すいません、楽しいんです。はい、はい、ついつい喋ってしまいますけれども、はい、次は2月になりますけれども、はい、また次回お会いしましょう。はい、ミネシーさん、なんか一言ありますユーザーさんに。思いの振りますね。そうですね、発売からもうしばらく経ってしまいましたが、サクッとプレイするだけではしゃぶり尽くせないぐらいのボリュームがそこかしこにあるゲームだと思いますので、またぜひこのガンジョーヒデちゃんラジオを聞きながらですね、いろんなところを巡ってもらって、いろんな発見をしていただけると、で喜んでいただけると、開発者冥利に、つきます。はい、今後ともぜひよろしくお願いします。はい、素晴らしいで、ありがとうございます。ということで、ミネシーさんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ今日はここまでで。はい、そうですね、はい、皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。 Alright, that's gonna wrap up this edition of Guns of the Hidechan Radio. Check back next time for more tips, tricks, and insider info on Metal Gear Solid 4. Brought to you by Kojima Productions and Hideo Kojima himself. Make sure to send in your comments to Hideo Blog. See you next time. And now... 足音だ。手を上げろ。手を上げろ。